はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎刺客の罠、今回で8回目です。今回で最終回と思われ、では続きから始めていきます。梅田駅周辺の繁華街にやってきた。さてと、のんびりと観光してる時間はない。どうする？話す。誰と話す？辺りの人々。俺は付近を歩いていた男性に声をかけた。すいません。マーズホテルというホテルはどこにあるかご存知ですか？マーズホテル。ああ、それやったら。そう言ってその男性の指さした先。ビルとビルの隙間に一層目につく建物があった。あの大きな建物がそうや。この通りをまっすぐにドーンって行ってな、突き当たりをバーンって行ってなって感じかな。なるほど。どうもありがとうございます。あの建物がマーズホテル。どうする？じゃあ移動します。どこに行く？マーズホテル。早くたどり着かなくては。俺は遠くに見えるホテルに向かって急いだ。見るからに高級そうな立派なホテル。ここがマーズホテルか。なんとなくさ、ほら、火星をイメージしてんのかなって勝手に思っちゃった。どうする？見る。何を見る？タクシー。玄関前には頻繁にタクシーが行き来し、乗客を運んでいる。ん？今のタクシーから降りた人物。あれは、見つけたね。すぐ見つけたね。山本信行。どうする？話す。話しかけんだ。誰と話す？山本信行。俺はタクシーから降りた山本のもとに駆け寄り、声をかけた。おい。おいって。ひいひいって お互いの第一声が面白い。あ、あれ？あんたは探偵の。途端に山本の顔に怒りの表情が浮かんだ。今まで何をやっていたんだ？それはこっちのセリフだ。俺はあんたのせいで大変な目に遭っていたんだ。そもそもあんたと連絡さえ取れれば、ここまでややこしくならずに済んだのかもしれない。やっと会えたからにはいろいろと話してもらうぞ。山本信行。そもそもの始まりはこの男からだった。この男から詳しく話を聞くとしよう。どうする？話す。誰と話す？山本信行。何を話す？北岡殺しの件。プラチナマスク、北岡聡の殺人事件。あの事件は知っているよな。ああ、新聞で見たよ。まったく、なんでこんなことに。何を話す？ここに来た理由、犯人はお前かって聞いてみたいけど。どうしてここにいるんだ？一体何の用があって？仕方ないだろ。来ないと僕を破滅させるって脅されたんだから。脅された？元はといえば、あんたも悪いんだぞ。あんたのミスで北岡は殺され、金も奪われ、僕も脅されるし、僕っていう見た目じゃないよね、この人。いや、そもそもあの取引自体が無理な話だったんだ。なんせ、俺がホテルに行った時点で取引相手はすでにいなかったんだからな。何？それは一体どういうことなんだ？その話は後回しだ。今それよりもあんたに確認したいことがある。話を聞かせてもらうぞ。何を話す？八百長試合のこと。八百長試合の噂。あれは本当か？
何よ。そんな根拠もないこと、名誉毀損で訴えるぞ。あんたが無事帰ることができたらの話だろ。え？これからあんたが会う人物、ただ脅されるだけならまだしも、その人物の狙いが別のものだったとしたら、別のもの？それがあんたの命だったらどうだ？命？命？急に思い出した。そんな嘘だろ？なんとかしてくれよ。助かりたいなら俺にすべてを話すんだ。正直にすべてをだ。分かったよ。確かに僕は八百長試合を敷くんだ。プラチナマスクと前田正和の試合だな。ああ、それもそうだよ。やはりそうだったか。それもってことは他にもあるってことだよね。何を話す？試合の決まり手。ところで聞くが、例の八百長試合、プラチナマスクが勝った試合の決まり手はどんな技だったんだ？ああ、確か腕ひしぎ十字固めだった。肘を極める柔道技だな。ああ、そうだ。3ラウンド終了間際での大金星、さぞかし大穴だったろう。かなり儲かったんだろうな。何を話す？脅してきたのは？お前を脅してきた人物ってのは一体誰だ？それは誰だかわからないんだ。みんなはわかる？もうでもあの人しかいないよね。ただこのホテルに一人で来いとだけ。一人で来ないと大変なことになるって。僕の秘密をばらして僕の身を破滅させ、最後は北岡と同じ結末になるって。何を話す？脅された内容。あんたが脅された内容、あんたの身を破滅させかねない、その秘密っていうのは、それは八百長試合のことだろう。しかしわからないのが、どうしてあんたがその脅しに乗ったかってことだ。普通だったらそんな脅しくらいではわざわざあんた自身が大阪にまで来ないだろう。それにもかかわらず来たってことは、脅迫相手は僕と北岡のやり取りの証拠を持っているらしい。僕が北岡に送ったメールや文書をすべて握っているらしいんだ。あれが出回ってしまったら、僕は今で言う LINE みたいな感じかな。山本は真っ赤な目を見開き、何かに取り憑かれたように体をブルブルと震わせた。こんなことがないように今まで慎重に慎重を重ねやってきたのに、あのバカな覆面レスラーがそんなものを処分しないで残しておくから、おそらく金井が言っていた空き巣、その時にそれらが盗まれたに違いないな。なるほどな。今の話ではっきりした。この事件を起こした人物もその動機もな。じゃあ行くぞ。行くってどこに？決まっているだろう。あんたが待ち合わせをしている部屋だ。事件を終わらせに行くんだ。そうか、ありがとう。僕を守ってくれるのか。なんかすごい勘違いしないでよねって感じだけど。あんたを守るとかそんな理由ではない。これ以上死体を見たくないだけだ。それに俺はあいつに借りがある。一杯食わされた借りがな。で、あんたがその相手と会う予定の部屋はどこなんだ？ああ、
601号室だ。だけどここ今回なんでみんなホテルで待ち合わせするの？どうする？移動。どこに行く？中に入ります。さあ行くぞ。ああ。そして俺は怯える山本を引き連れホテルの中へと入っていった。広く豪華なロビーの中、キラキラと輝く照明にまぶしさを感じながら、俺たちはエレベーターに乗り込み6階のフロアを目指した。そして6階のフロアにやってきた。さてとどうする？移動。どの部屋？601号室。俺たちは長い廊下を歩き601号室を探した。そして601と書かれたプレートを掲げるドアを見つけ、その前に俺は立った。あんたが先に行ってくれるか？ああ、そのつもりだ。俺はドアの前に立ちノックした。すると、はい、空いてますよ。春日のここ、空いてますよ、みたいな聞き覚えのある声がドアの向こうから聞こえた。その声を受け、俺は勢いよくドアを開いた。そして、部屋の中に入った途端、身を翻し、ドアの横の死角に目を向けた。案の定だった。うおお！雄たけびとともにドアの影から人影が襲いかかってきた。俺は素早く身構えるとその人影を思い切り突き飛ばした。音楽は止まった音が後方に吹っ飛ぶとうっと声を出し床に尻餅をついた。俺はその男を正面から見据えた。また会ったなと言うべきか、はじめましてと言うべきか。この人ね、顔はこんな感じなのね。はじめましてだろ。俺はお前なんかは知らないぜ。一応はすっとぼけてみるってことか。うん。男の射抜くような鋭い視線が俺を睨んだ。そしてその騒ぎに恐る恐るながら山本は室内に入ってきた。前だ。お前だったのか、僕を脅迫していたのは。それだけじゃないさ。前田正和、この男は例の北岡聡殺しの犯人。そしてこれからあんたを殺そうとしている男だ。おいおい、どんな言いがかりだよ。そこのおっさんを呼びつけたことはともかく人殺しだなんて。まだとぼけるのか？それとも本当に記憶力が悪いのか？ふん。だったら思い出させるように手を貸してやってもいいんだぞ。どうする？殴る殴ります。殴るのは山本ぶん殴ってもいいけどね前田の右肘。俺は前田正和の不意をつき彼の右肘に拳を叩き込んだ。ぐわー、右肘が痛むようだな。くそ、お前、何を。これではっきりしたな。はっきりしたって、何が。そうだな。そこの男が二度ととぼけられないように、最初からちゃんと説明してやった方がいいかもしれないな。俺は大きく一つ息をつくと、前田に、そして山本に言い聞かせるように語り始めた。まず俺はそこの山本信之の依頼で西大阪ホテルの一室へと向かった。山本信之がある人物に渡す予定だった金を手に、その人物とは
北岡聡。その人物とは北岡聡だ。その金は八百長試合の報酬だったんだ。山本は闇賭博場を経営する清浄会とグルになり、八百長によって多額の金を儲け、その一部を報酬として北岡に払ったんだ。俺はその報酬を運ばされることとなり、そして待ち合わせの部屋へ。しかしそこで俺を待っていたのはプラチナマスクの突然の襲来だった。この時プラチナマスクは金を持ってくるのが代理人の俺であることを知らなかった。それにもかかわらずプラチナマスクは金を持ってきた人物を襲う気でいた。すなわちこの時のプラチナマスクの狙いとは、狙いは山本を襲うこと、山本信之を襲うこと、それがプラチナマスクの狙いだったんだ。なんだって？なんでプラチナマスク、いや北岡が僕のことを？それはあの時のプラチナマスクにはある秘密があったからさ。秘密、それは、秘密とは？北岡じゃない。あの時のプラチナマスク、その覆面の下の正体は北岡聡じゃなかったんだ。なんだって？じゃあその時のプラチナマスクの正体は？ああ、それは、正体は前田正和。そこにいる前田正和さ。ふん、なんだよそりゃ。そんな何の根拠もない。根拠だったらあるさ。根拠はさっき確かめた。それは、根拠は右肘の怪我。あんたの右肘の怪我だ。俺がそう言った途端、前田は今まで右肘とを擦っていた手をピタリと止めた。あの時プラチナマスクに襲われた時、俺は無我夢中で右肘を殴りつけた。その時の彼の痛がりようは尋常じゃなかった。その時俺は気づいたんだ。この人物は右肘を怪我しているんじゃないかってな。しかし当の北岡聡は怪我をしないレスラーとして有名だったらしい。そしてその後俺はある情報を得た。前田正和は KOR の試合後、表舞台から姿を消したという噂だ。それは右肘の怪我のせいなんじゃないのか？しかも KOR での試合の決まり手、それは、決まり手は腕ひしぎ十字固め。腕ひしぎ十字固め、肘を極める関節技だ。どうだ山本、お前だったら知っているだろう。前田はその試合で右肘を壊したんじゃないか？確かに。前田は試合後すぐに病院に行ったと聞いた。そういうことだ。それによく考えればおかしい点は他にもある。最初の取引の時、相手とのやり取りは電話でと山本から聞いていたが、実際はメールでの連絡だった。それは金を持ってくるはずだった山本に声と口調で感づかれないためだったのだろう。北岡は関西弁を話すはずなのに、あんたは違うからな。しかし、そうだとしたら本当のプラチナマスク、北岡はその時は、おそらくその時はすでに殺されていたんだろう。そしてその死体の隠し場所は、俺が調べたところでは、隠し場所はクローゼットの中。死体の隠し場所、それはクローゼットの中だ。
死体はクローゼットの中にしまっておいたんだ。前田は俺が来るより早く部屋に来て北岡を殺し、クローゼットの中に死体を隠した。そして当の前田はプラチナマスクのふりをして、もう一つの目的である山本の殺害のため彼の到着を待った。しかし彼の思惑は外れ、そこに実際に来たのは俺だったわけだが、しかし、どうしてだ？どうしてわざわざプラチナマスクのふりだなんて。きっとプラチナマスクが山本を殺した現場を他の人間に目撃させようとしたんだろう。自分の犯行をカモフラージュするために。そしてその犯行を目撃させるためおびき寄せた人物、それは、その人物は金井亮。ナンバープロレスの金井亮。前田は金井亮を現場におびき寄せたんだ。そのために自分の団体のことで金が必要な金井にメールでこの取引を教えた。前田は山本殺しの犯行を他の人物に目撃させることで犯行を北岡になすりつけようとしたんだ。あとはすでに殺した北岡の死体を自殺に見せかければ計画は完成。しかしそれらの計画は山本の代わりに俺が来たことで全て狂った。そしてあの乱闘騒ぎ、そこで予定を変更して北岡殺しだけでもごまかすためにまずは睡眠薬を使って俺を眠らせた。そして俺が睡眠薬で眠らされている間にその死体を移動した。それがクローゼットの中の血と、刺殺という割には部屋の床には血痕がなかったことの理由だ。そう、あの時使ったあの睡眠薬、あれにもすっかり騙されたよ。缶ビールにどうやって薬を仕込んだのか、よく考えてみれば答えは一つしかない。それは、仕込んだ方法は、缶を開けた後、缶を開けた後に仕込んだんだ。よく考えればそれ以外に方法があるわけがない。密封された缶の中に睡眠薬を入れるなんてのは大変な仕掛けだしな。とっさにできることじゃない。確か俺はあの時プラチナマスクが缶を開けた音を聞いた。俺は自分で缶を開けたのではなく彼の開けたビールを飲んだんだ。開けた本人ならいくらでも睡眠薬を仕込むチャンスはある。そこからさらに考えれば睡眠薬を仕込んだ犯人が自ら睡眠薬を飲むわけがないよな。つまりあの時プラチナマスクに化けたお前が睡眠薬で倒れたのは、倒れた理由はただのふり。あれはただのふりだったということさ。そうすることによって俺に勘違いさせようとしたんだろう。俺とプラチナマスクが寝ている間に殺人が行われたのだと。しかしとっさのことでよくそこまで頭が回ったもんだ。あの睡眠薬はどうしたんだ？そもそも北岡に飲ませるために用意したものか？そうだよ。俺はあの睡眠薬を使い北岡を眠らせ殺したんだ。でもどうして気がついたんだ？何をきっかけに？完璧に練られた計画ではなく急遽変更した計画だからこその穴。睡眠薬で倒れたプラチナマスクと殺された死体には大きな違いがあった。その違いとは？その違いは？倒れた体勢。倒れた体勢だ。倒れた体勢が違ったんだよ。倒れた体勢？ああ。
殺された北岡は背中を刺されていた。お前は睡眠薬で倒れたふりをするとき、仰向けに倒れた。あのとき、お前はうつ伏せに倒れなければならなかったんだよ。あの死体を見た時点で、俺はこの殺人には何かあると感づいたんだ。まずったな。こんだけ話聞いてまずったなって。そこまでして、僕と北岡を殺してまで、あの金を。金？あんな金なんてどうでもいいんだ。全てはお前らに復讐するためだ。前田は怒りに震えた声でそう叫んだ。復讐か。どうする？話す。誰と話す？前田正和。何を話す？復讐とは？復讐？ああ、そうだよ。さっきお前が言った通り、俺は KOR でのプラチナマスクとの試合で右肘を壊した。予期せぬプラチナマスクの攻撃によってな。そもそもの始まりは山本の画策した八百長からだ。俺は山本に八百長を持ちかけられた。しかしそんな八百長は到底引き受けられるものじゃなかった。なんで今さら。八百長はあの試合に始まったことじゃないじゃないか。ああ、そうだ。しかしあんな総合素人の覆面レスラーに負けるなんてことは、さすがに俺のプライドが許さない。長年この世界で頑張ってきた俺の苦労は何だったんだ。そう思って俺は断ったさ。そうすると山本は判定までは試合を終わらせないでくれと頼んできた。俺は仕方なくそれを了承して試合を終わらせずに迎えた最終ラウンド。突然あの覆面は俺の右肘を。山本と北岡は裏で画策していたんだよ。俺の油断をついて逆に俺を任すことをな。それで俺の右肘は壊れた。完治までは3年以上必要だってよ。俺の年齢を考えれば引退勧告に等しい。しかも覆面レスラーに負けた汚名まで着せられ。だからお前は復讐を誓った。北岡の周囲を探り空き巣までして情報を集め、あの取引のことを聞きつけた。そういうことだ。しかし山本を殺すことに失敗した俺は最後のチャンスにかけたんだよ。拳銃持ってるよ。そう言い放つと前田は懐からあるものを取り出した。それは真っ黒に怪しく光る拳銃だった。山本さんよ、あんたの金は有効活用させてもらったぜ。いい買い物だったよ。あの金でこの銃を買ったと。そしてその銃口はまっすぐ山本に向けられていた。待て、こんなところでそんなもの撃ってみろ。すぐに警察が。いいんだよ。最初の計画が失敗した時から俺は腹をくくった。捕まる覚悟は十分にできている。お前を罠にはめたのだって山本を殺す前に捕まりたくなかったからだ。それだけのためだ。ただの時間稼ぎなんだよ。俺は自分のことは諦めている。だがこの復讐だけは絶対に成し遂げる。前田は今にも引き金を引きそうな勢いだ。まずい、このままでは。どうする？逃げる、飛びかかる、山本盾にしてもいいんじゃないかな。飛びかかります。俺は意を決し拳銃を構えた前田に飛びかかろうとした。その時だった。ん？不意にドアが開いた。誰か来たのか？
その場の人間の視線は思わずドアの方に向けられた。ああ、なんや面倒なことになっとるやん。おっさんどこ行ってたの？来るんやなかったな。中井？どうして中井がここに？どうする？話す。誰と話す？ちょっと銃構えたままだけど。前田、山本、中井君と話そう。中井、どうしてここに？わしの雇い主から電話があってな。新しい依頼や、アンさんを助けてやってくれ、とよ。よくこの部屋だと分かったな。分からんかったわ。せやから下から全部の部屋を開けてきたんや。そんで遅くなってもうた。へっへっへ。まったく、めちゃくちゃだな。おい、そうだよ、銃構えてんです、この人。何やってんだ、この状況が分かっているのか？前田は手にした拳銃を振りかざし、そう叫んだ。先輩から一言だけ言わせてくれや。格闘技は恨みっこなしやで、怪我はしゃあないやん。それに格闘技だけが人生やないで。中井は懐から取り出した酒瓶を前田に見せた。こういう生き方もあるんやで。何を？ふざけやがって。その瞬間だった。中井は恐ろしく素早い動きで一気に前田との距離を詰めた。途端に空気を切り裂くような激しい音が鳴り響いた。中井くん撃たれちゃったよ。中井の肩口からは一気に赤い血が噴出した。それでも中井はひるむことなく前田に向かっていった。眼前で中井と前田がもみ合っている。中井は肩から血を流しながらも必死に拳銃を持つ前田の手を押さえていた。何をぼーっとしとんのや。はよ、なんとかせんかい。どうする？逃げる。 山本をかばう前田に殴りかかる。前田に殴りかかります。中井ともみ合う隙を狙い、俺は前田に殴りかかった。握りしめた拳を前田の顎先にめがけ、殴ったこっちの拳が痛くなるような硬い顎だった。そして間髪入れずに俺が2発目の拳を打ち抜くと、前田の目はぐるりと白目に変わり、切り倒された大木が倒れるように彼の体はゆっくりと崩れ落ちた。ふう。俺は倒れた前田の手からこぼれた拳銃を彼の手に届かない場所まで遠ざけた。あて。あたたたた。大丈夫か？すぐに病院に。いや。まだや。まだ最後の依頼が終わってへんのや。最後の依頼？なんだ？最後の依頼とは。中井は左肩を押さえたまま痛みで顔を歪めながらもゆっくりと立ち上がった。わしの依頼は。そう言いながら中井は山本の前に歩み寄った。何ですか？これや。中井はニーッと山本に笑いかけた瞬間、握り込んだ拳を山本の顔面に打ちつけた。ギャー。甲高い悲鳴を上げ、床に倒れた山本はそのまま動かなくなった。いててて。動いたらまた血が出てきてしもうたわ。それがお前の雇い主からの最後の依頼か。それにお前みたいな男が依頼のためにこんな危険な場所まで来るなんてな。お前は随分
その雇い主に弱いようだな。何か理由でもあるのか？でやから、いっぺんに2つ以上の質問をするなっちゅうねん。中井は痛みに顔を歪めながらもそう言って笑った。どうする？Y ボタンで持ち物使います。財布を持ってたよね、財布。財布を取り出します。俺は懐にしまってあった財布を取り出し、腕を痛がりその場にへたり込んだ中井に差し出した。これはお前が落としたんだよ。なくすといけないと思って俺が預かっておいたんだ。こうか。おおきに。中井は財布を開け真っ先に写真を確かめた。その写真があることを確認すると中井をほっとしたように微笑んだ。ずいぶん大切な写真のようだな。そこに写っているのはお前の娘かなんかか？アホ抜かすな。わしは天涯孤独の独り身や。この写真の娘はわしみたいなもんをこない小さな頃から応援しとってくれたありがたいファンや。わしの引退の時に唯一泣いてくれた人間や。そらあったかいファンやったで。なるほどな。せやけどこの子もわしのせいで人生を狂わされて今スポーツ紙の格闘技記者なんてけったいな仕事をしとるわ。ほんま人生わけがわからん。親子ではなかったんだね。せやから人生はおもろいんかもな。へっへっへ。何を思い出したのか、中井を嬉しそうに笑ってから写真を懐にしまった。怪我の消毒用も兼ねて酒もらってきてくれんかいな。ふっ、まったくタフな男だ。しばらくして、あたりにパトカーのサイレンがけたたましく鳴り響き出した。そして前田はその場で警察に連行されていった。うなだれたままの彼からはその表情は最後まで伺い知ることはできなかったが、その無念な終了のゴングを彼がどのように感じているか、それは容易に想像できた。そして事件は終わり、俺は東京へと戻った。ようやく戻った事務所。俺はソファーに座り、丸ボロを一本口に加えると、それに火をつけた。そして、青白い煙を吐き出すと、俺はソファーに埋もれるようにもたれかかった。ふう。はい、先生。コーヒーが入りました。ああ、すまんな、陽子くん。陽子くん。本当にすまないな。結局山本はあの時前田と共に警察に連れて行かれた。一方で俺と中井が教えた情報をもとに渡辺彩香という新聞記者が書いた記事が明日にも新聞に載るらしい。おそらく山本と会うことは二度とないだろう。おかげで俺は山本から依頼料をもらうことはなく、もちろん陽子くんへのボーナスも。あ、そうだ。俺は手にした紙袋を陽子くんに差し出した。あ、これ大阪の有名な肉まんですよね。
ありがとうございます。私これ食べてみたかったんですよ。ヨコくんはそう言い、嬉しそうな笑顔を俺に見せた。肉まんが肉まんがボーナス俺が彼女にあげられるのは結局こんなものになってしまったが、それでも彼女の笑顔はせめてもの俺の救いだった。それと俺は懐から小さな瓶を取り出した。ん？焼酎ですか？珍しいですね、先生が焼酎を飲むなんて。いや、飲んではいないさ。これはお土産にもらったんだ。お土産にもらった？でもそれ飲みかけじゃ。だろ？飲みかけの焼酎をお土産に渡すなんて、どんな神経してるのかと思うだろう。でもそういうやつなんだよ。そんなわけのわからないやつだったよ。ふふふ、おかしな人ですね。陽子くんが笑うのにつられ、俺の口の端も思わず緩んだ。窓から空を見上げると、雲をほうきで吐いた後のように、きれいさっぱり拭き取られていた。空はどこまでも遠かった。そこで俺はようやく気がついた。いつの間にか春を予感させる生ぬるい風。俺は窓を開け、その風を浴びた。心地よい風だった。あの男に言わせれば、絶好の酒日和ってやつかもしれないな。俺は思わず棚に置いてある紙のボトルに目をやった。それは春先の光を浴びてキラキラと輝いていた。はい、ありがとうございました。四角の罠、これにて終了です。今泉が出てこない。今泉が、熊さんも出てこなかったね、今回ね。ほとんどでも神宮寺は大阪にいたわけですけども、最後の方の音楽がね、なんかサックスっぽくてね、どうしてもね DS のゲームだからちょっとサックス音が甘い感じがしたよと思ったよ。ほんとなんか大阪弁関西弁喋れなくてすいませんでした。それだけが恥ずかしい。はい、では次回はですね、いよいよですね、消えない心かな、次は。うん、そちらを撮っていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。